日本の重工業大手 IHI 社が F3 ゴライトニング II の機関部部品をアメリカのプラット&ホイットニー社に出荷したとの情報をキャッチしました。今回は IHI 社が F35 エンジン部品出荷本格開始を詳しく見ていきますね。IHI 社の福島県相馬市にある工場で製造されました。この部品の特徴は、ディスクとブレードが一体化していることで、従来のデザインよりも軽量で精度が高い。やっぱり日本製は質が違いますよね。F35 戦闘機も本気で量産開始です。2024年5月30日、日本の三大重工業企業として、三菱重工業者や川崎重工業者と並んで、その一角を占める IHI 社は、自社のホームページ上のプレスリリースにて、大きな動きがあったことを、国内外に向けて発信した。それは、アメリカのロッキード・マーチン社が主幹となって開発され、今や、本国のアメリカは、元より、日本でも調達が進められている、いわゆる第5世代戦闘機である、F35 ゴライトニング2の機関部の部品を、同機の機関部の開発元に出荷したという報告だ。日本を含む西側諸国が、現時点で唯一調達が可能な、いわゆる第5世代戦闘機である、F35 ゴライトニング2には、アメリカのプラット&ホイットニー社製の F135 という形式の機関部が搭載されており、これを構成する主要部品を、今回 IHI 社が出荷したという。今回 IHI 社が、大元の製造元であるプラット&ホイットニー社に出荷したとされる機関部の構成部品とは、ステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターと呼称されているパーツになる。このステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターについて、IHI 社は、福島県の相馬市に構えている同社の相馬工場にて製造されたものと説明しており、この2024年4月26日に初の出荷を行ったという。航空機用の機関部としてのステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターは、通常であれば、ディスク形状の部品の円周に沿って、複数のブレードを取り付ける形式が一般的であるが、これとは異なる。今回 IHI 社が、プラット&ホイットニー社に向けて、その F135 という機関部のために製造した部品は、ディスク状の形状の部品の円周に、ブレードを一体化させるよう、接合を行った形式で、従来の方式より、軽量でかつ、工作の精度も能力も高められたものとされている。この動きによって、アメリカのプラット&ホイットニー社では、今後新規に生産される F3 ゴライトニング2や、既存の機体の機関部の部品に IHI 社から出荷された部品を使用することが見込まれており、IHI 社の技術力が認められた証左と言えるだろう。IHI 社のホームページ上のプレスリリース内のコメントによれば、同社が出荷したステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターは、前述したように、ディスク形状の円周にブレードを一体化させているが、製造には、極めて高い技術力を必要とすると表現されている。したがって、IHI 社では、この高度な製造技術を実現可能なのは、現時点では、大元のプラット&ホイットニー社と自社のみであると述べており、その希少な技術力を有するがゆえに、今回の出荷が可能となったと説明している。この2024年4月に、IHI 社は、プラット&ホイットニー社との間で、ステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターの製造の認可を得て、これを量産化して出荷につなげたと、その経緯を述べている。従来までの IHI 社の F35 ライトニング2の製造に関する立ち位置は、自国の航空自衛隊が調達する同機への部品供給を目的としていたが、今回のステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローター出荷によって、世界市場への参入を果たしたことを意味する。IHI 社自体は、今回のステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターの製造に先駆けて、それを実装する機関部である F135 の整備拠点としての事業を、昨年2023年6月の東京の瑞穂工場で稼働させていた。
この IHI 社の瑞穂工場は F35 ライトニング2に搭載されている F135 の整備を自国の航空自衛隊や在日アメリカ軍に所属する同機に対して行うリージョナルデポであり、かつては韓国空軍初動機も対象になる可能性があった。日本にとっても幸いと言うべきか、韓国空軍の F35 ライトニング2については、韓国自体にその重整備拠点が新たに設置されることが最近決定を見たため、航空自衛隊や在日アメリカ軍の同機の整備に注力できる環境に落ち着いたと思われる。IHI 社としては、今回のステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターの製造と出荷を、このリージョナルデポで実施する整備事業と並ぶ F35 ライトニング2に関する国際的な関与の一助となると評している。そもそも、F35 ライトニング2は、アメリカ空軍が提唱したジョイントストライクファイター統合打撃戦闘機計画に基づいて開発された機体で、アメリカ本国及びその同盟国や友好国の多数の軍用航空機を一つの機体をベースとした3種でカバーすべく生み出された。そのため F35 ライトニング2の開発には出資額の多い方からレベル1からレベル3までの国際パートナーが8カ国と国際保全パートナーとして2カ国が参加して行われているが、日本はそのいずれにも政治的な問題から未参加ではあった。またF35 ライトニング2が搭載する機関部である F135 に関しても、その国際協力という進め方ゆえに、実に18カ国もの参加が行われているが、こちらについても、日本は、やはり政治的な判断から、正式な参加には至ってはいなかった。しかし、IHI 社は、現行の航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する、いわゆる F3 計画を推進するにあたって、それに向けた国産の機関部の開発を独自に防衛省と共に進めており、試作機ではあるが、XF9 という機関部を開発、納品までを行った。このいわゆる F3 計画の推進のために開発された XF9 で培われたノウハウや技術を IHI 社はベースとして、2022年にアメリカのプラット&ホイットニー社と機関部開発に関する契約を結ぶに至り、今回の状況を実現させたと言えるだろう。IHI 社が、いわゆる F3 計画の推進のために、XF9 を試作機ではあるが、完成させ、防衛省へと納品を行った際には、悲願の戦闘機の機関部の国産化に、大きな期待が寄せられたが、こちらの計画は、イギリスとイタリアとの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムとなって進められている。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいては、イギリスからは、機関部を担当する企業として、世界的にも、大きな航空機や船舶のシェアを持つロールス・ロイス社が参画するため、IHI 社の立場は、正直微妙にも見える。しかし、今回のステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターの製造と出荷という成果を見る限り、仮に GCAP グローバルコンバットエアプログラムでは、ロールス・ロイス社の風下につくことになっても、一定の発言力は保持できるのではないかと期待する。さて、肝心の F35 ライトニング2の機関部に話を戻せば、本国であるアメリカは、同機の最新バージョンであるブロック4への移行を機に、既存の F135 の改良版である F135EEP か、新型の NGAD ニュージェネレーションエアドミナンス用の AETP に換装するのかが問題となっていた。この問題は、アメリカが自国で運用する F35 ライトニング2についての機関部の選択を決めるものであり、日本をはじめとする同機の採用国に直接の影響を与えるものではなかったが、アメリカ議会は F135 の改良版である F135EEP を選択した。そのため、この決定は F135 のステージ1、インテグラリティブレ、デッドローター、第1弾ファン一体型ローターの製造と出荷を担う IHI 社にとっても朗報であり、引き続き F35 ライトニング2への大きな関与が期待できると個人的には思える。